全然関係ない話なんですけど、進撃の巨人、ファイナルシーズン、めっちゃ楽しみです。はい、どうも、皆さん、こんちゃのいちです。鬼滅の刃、最終23巻、読みましたでしょうか？いやー、やばすぎですね。僕はね、涙がね、止まらなかった。そしてね、ジャンプでは描かれてなかった23巻だけの、追加ストーリーというか、最後のあそこはマジで泣きました。ということで、本日は鬼滅の刃23巻の追加ストーリーラストの部分と感想&考察をやっていこうと思います。はい、ということで、まず皆さん高評価、そして鬼滅の刃23巻の感想ネタバレありでいいんで、ぜひぜひこのコメント欄にお願いします。ということで、早速行きましょう。さあ、まず鬼滅の刃23巻の表紙考察です。23巻の表紙、禰豆子ちゃんが持っているこのお花、なんだと思いますか？僕はこちらの花は木蓮だと思っていてですね、木蓮について調べてみました。木蓮という花はですね、開花時期は春、そして白亜紀からある世界最古の花期、そして花言葉は自然への愛、崇高、持続性という花言葉があります。おそらくこの花が表しているのは、永遠につながれていく人の思い、そして命っていうのを表しているんじゃないかなと思っております。そしてね、この特徴的な表紙の色、白っていう色なんですけども、まあこれはね、一巻とこう対応してね、夜が明けたということをまあ表しているんじゃないかなと思ってます。まあこれは結構まあいろんな人が予想できるポイントかなと思うんですけども、まあ笑顔っていうのも非常にいいですよね。ということで、本題、23巻のラスト、追加ストーリーについてお話ししていこうと思います。では早速行きましょう。さあ、ということで、23巻のラストストーリーなんですけども、まあこちらは誰のセリフなのかっていうことなんですよね。まあ誰のセリフかっていうことはわかんないんですけども、まあこう淡々とメッセージが描かれていました。ではそちらを読んでいこうと思います。生まれてくることができて幸福でした。どうか笑顔を忘れないでください。あなたが泣いていると悲しくてたまらなくなる。後ろめたいなんてそんなこと思わないで、私たちがいたということを覚えてくれるだけでいい。共に戦い、共に笑った、兄弟のように、親子のように、胸を張ってください。あなたと出会えたことが何よりの幸運、そして幸福だった。あなたの存在が私を救い、孤独もすべて蹴散らした。あなたを思うとき、燃えるような力が体の奥から湧いてくるのです。叶うことなら生きてそばにいたかった。みんなそう、一番の願いは。でも選ばねばなりませんでした。生きるか死ぬか、勝つか負けるか、けれど選べるだけでまだ幸せです。本当に辛いことは、雪崩のように一瞬で人を飲み込み、何も選ばせてはくれない。ただ守りたかった自分の命を。あなたの命が重かった。幸せは長さではない。見てほしい、私のこの幸せの深さ。自分のことが不幸だなんて思ったことは一度もない。諦めず、逃げ出さず、信じ続け、いつだってその時の自分にできる精一杯をやりました。たくさんの強い思いが大きな大きな刃となり、敵を撃った。みんなの力です。誰一人欠けても勝てなかった。生きていることはそれだけで奇跡。あなたは尊い人です。精一杯生きてください、最愛の仲間たち。ということで、いやもう僕は本当にここのね、シーンというか、ここのラスト、まあ205話のもうさらにその後っていう感じなんですけど、まあ非常にここは本当に号泣しましたね。いや本当に鬼滅の刃っていうのは本当にいい作品だったなと僕は思っております。そしてね、このメッセージ、まあおそらくこれはですね、小峠小春先生からの、読者へ向けてのメッセージだと思うし、鬼滅の刃の中に生きてる人たちに向けてのメッセージであるだろうし、
まあ、ここは非常にちょっとメッセージ性が強かったように感じます。そしてね、最後のページの1枚、ここは非常になんかもうね、心に染みますね。ということで、鬼滅の刃全23巻を読んでの感想をちょっと簡単にまとめてお話ししようと思います。まず鬼滅の刃という作品は面白かったのか面白くなかったのかっていうことなんですけども、これはですね、もう非常に面白かったです。僕は本当にこんな素晴らしい作品と同じ年代に生まれてこれてよかったなと思っております。そしてね、日本人でこの物語を読めて本当に良かったと思っております。だからもしかしたらね、まだね、読んだことない方いらっしゃると思うんですよ。まあ鬼滅の刃っていうのは非常にちょっと民度がね、まあよろしくない部分っていうのがあると思うんで、それでまあちょっと読まず嫌いしちゃってる方がいらっしゃると思うんですけども、作品自体はですね、もう民度と真逆っていうか、もうそういう感じですね。民度はくっそ低いんですけども、この作品はもう僕が読んだ作品の中では一番面白かったです。そしてね、最後はやっぱりほんと後藤家小夜春先生らしくこう終わってね、良かったなと思います。やっぱりこう僕はバッドエンドで終わっても面白かったかなと思うんですけども、いや違うでしょうと、鬼滅の刃はハッピーエンドで終わるからこそまあ良かったんだよと、まあそういう、まああの、後藤家先生のこの命の大切さみたいなのが、こう非常に伝わりましたね。そしてね、他の作品とはない、感情移入っていうのがこの作品にはできて、非常にそこがやっぱ他の作品とちょっと違うところだったかなと思います。まあ他の作品は別に名前とかは出さないんですけど、まあここまで感情移入できないですよね。誰か一人の人物が死んじゃったからといって、すごい悲しくなるっていうような現象は鬼滅の刃でしか僕は起こりませんでした。鬼滅の刃は本当に一人一人の命がこう重く感じて、誰かこう一人が亡くなってしまうと、それが非常に僕は悲しかったんですよね。で、その表現ができる作品っていうのは本当になかなかなくて、まあそれがやっぱ鬼滅の刃が売れた要因でもあるだろうし、非常に感動できる部分でもあるだろうし、まあこんだけこう良かったなって思えるんだと思います。まあなんでね、本当も何度も言っちゃうんですけど、鬼滅の刃という作品に僕は出会えて良かったなと思っております。いや、本当に、本当にありがとうございました。ということで、今後のね、アニメ化2期だったり、まあ映画化だったりとか、まあ非常に今後の、まあ、メディア展開っていうのも非常に僕は気になっております。そしてね、ここまで売れたっていうことなんで、まあ、めっちゃ期待しております。でね、漫画の続編についてちょっとお話ししようと思うんですけども、まあもう続編は完全に 100% ないと思います。まあワニ先生、まあ後藤家小夜春先生が本当にこう伝えたかったっていうことが僕は23巻の最後で、もうちゃんと伝わったし、もうそれが本当後藤家小夜春先生だなっていうか、もう何言ってるかわかんないんですけど、まあ後藤家小夜春先生が本当に伝えたかったことっていうのがもう23巻にはもうぎっしりぎっしり詰まっていたんで、まあもうこれ以上続けたら逆にね、逆に劣っちゃうんで、もう最終回だなっていう風にもう感じました。僕は205話を読んでた時は、いや続いてもおかしくないんじゃないかなみたいな思ったんですけど、23巻の追加ストーリーを見て、いや確実にこれは最後だなと思いましたね。まあそしてね、ジャンプではこう読んでなかったストーリーっていうのが、いろんなとこに散りばめられていて、まあそれも非常に良かったですね。僕はあの、かまど炭治郎の家に行って、あの家族にこう会うっていうか、あの終わりましたよというメッセージを伝える部分はジャンプでは読んでいなかったというか、まあ書かれてなかったんでね、読んでなかったんで、あそこも本当に良かったですし、204話っていうのが本当のまあなんか最終回みたいな感じでしたね。いや本当に良かったですね。ちょっと長くなっちゃってすいません。ということで皆さんの感想、もうネタバレもうガンガンありでいいんでよろしくお願いします。今月っていうかまあ今年最後の動画だと思います。この動画最後だと思います。なんで本当に皆さん高評価、そして一人10回再生よろしくお願いします。というかあの関係ない話なんですけど、あの僕23巻のまあそのネタバレみたいな動画出してるじゃないですか。あの動画はですね、1000万再生いって、本当にたくさんの方に見ていただいて本当にありがたいと思っております。ということで皆さん、チャンネル登録高評価、そしてコメントよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。
呪術廻戦最近めっちゃ面白いですね。